鈴木？おお。え、あ、佐藤。おお。おやおや、久しぶりの旅のお方、こんな時間にどうされましたか。何、今夜一晩泊めてほしいと。あ、そうですか、そうですか。この寒いさ、山道さぞかし大変だったでしょうね。さあさあ、中へお入りください。ここにはパンもスープも、もちろんゲームもございますよ。遠慮はいりません。遠慮は、夜が明けるまで遊んでいきなさい。遊べるものならね。いや、これ辛いねんけども。え、欲しいって言われた。お前にくれてやるタンメンはね、やめとけ。先輩のや、やめなさい。ということでございましてね、先日の館、怪奇伝人館へようこそおいでくださいました。支配人の柳原でございます。本日はこちらの方をお迎えしております。どうぞ。格好の神田です。神田さん、はい、神田さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日は何をご紹介していただけますか。はい、今日はですね、いよいよ、本日発売となりました、バイオハザード7レジデントイービルをご紹介したいと思います。素晴らしい。これもう待ってたという人たちも、多いんではなかろうかということでございますけれども、怖かったもん。これだから選手も言うと、ゲーム出してかなりの高得点。そうなの、9点って言ってびっくりしちゃったって話を、ね、エンディングでしてたんで。ありがとうございます。まあ、ということでございましてね、一足早く、はい、海外の方ではもう発売してるんですけれども、そうか、はい、海外でも非常に高評価をいただいておりまして、それはすごいですね。国内外で同じ感覚で楽しんでもらえてるっていうのはなかなかね、やっぱりね、素晴らしいことだと思いますけれども、さあ、当然皆さん知ってる作品ではあるとは思います。バイオハザードはね、もうみんな知ってますけども、みんな知ってますよ。さあ、今回はどういうゲームなのか、ちょっとね、どういうふうに進化したのか、そうですね、改めて教えてください。お願いします。はい、じゃあ、今回のバイオハザード7、どんなゲームか、あそこが7になってるわけですね。あ、なるほど。ご紹介したいと思います。はい、まずはですね、コンセプト、全ては恐怖のためにということでですね、我々今回は徹底的にですね、恐怖、恐怖をですね、作り込みました。没入感、なるほど。で、まあ、そのじゃあ、まあ、どんなところがその、まあ、恐怖なのかっていうところは、まあ、本当にゲームをやってもらえば分かるんですけれども、はい、まずはですね、新しいエンジンを、はい、作りまして、 RE エンジンと呼んでるんですけれども、はい、これによってですね、表現力ですね、グラフィック、あ、もうこのために開発したんですね、はい、新たにフォトリアル、はい、これによってですね、非常にこう恐怖感が、増す、さらに没入感も、はい、増すということで、そのグラフィック表現だけではなくて、今回カメラ視点がですね、サードパーソンですね、ビハインドカメラから、主観視点、我々アイソレートビューと呼んでいます、自分の目、に、変更しました。
はい、これによってもう本当にあの敵との距離感とか、まあ、そういうあの実際 の, その臨場感も非常に、うん、はい、高いゲームとなっておりますので、まあ、そういうところも含めて、うん、今回はあの徹底的にまず恐怖を、はいはい、追求したタイトルとなっております。 VR 対応ですね、はい、本編完全対応となってますので、なるほど、これはすごいやるな、はい、これがまた VR でやると非常にまた違った意味でその空間がですね、本当にその空間を感じて、さらにその中にいる自分が、まあ、このどうこの恐怖に打ち勝っていくかというところがですね、いや、例えば操作がで僕なんか下手くそなのやから、要壁に頭をこすりつけて走ったりとかっていうミスをね、はい、要バイオハザードでやってたけど、まあ、その VR やったらさ、ね、そういう部分はちょっと軽減されると思いきや、もう没入感が半端ないから、ないです、ね、振り返ったらおるしみたいなことがあるわけでしょ、はい、そうだよね、これは VR ちょっとだ、怖いな、画面でもあんな怖いのに、うん、そうか、どこ、はい、まあでも、まあ、安全なとこからホラーゲームやるのが好きだったのに、もう安全じゃないけど、そうやんな、そうそう、リアル犯されてるから、もうだって画面から目を背ければそこで自分の部屋があったのに、そう、もうこうやってやったらもう終わりだったのに、できないの、こうやってやってもいるんだもん、そうやな、これできへんもんな、目つぶるしかないもんな、うん、けど耳から聞こえるしな音、そう、はい、怖いよ、まあ、それをあのメインコンセプトとして、うん、あの我々開発をしてきたんですけれども、はい、はい、まあ、あのただ怖いゲームではありません、うん、なるほど、はい、じゃあその実際にあのじゃあバイオハザード7として、うん、まあ、どういうゲームとなっているのかっていうのを、はい、ちょっとストーリーですね、はい、はい、はい、じゃあこの、まあ、ストーリーなんですけれども、怖、はい、まあ、主人公今回はですねスーパーヒーローじゃなくて一般人、イーサン・ウィンターズ、一般人、はい、普通の男やね、はい、うん、その彼のですね妻、はい、ミアがですね、まあ、3年前に消息を絶ったんですけども、うん、その妻から届いた一通のメール、うん、それに導かれてですねこのイーサンは、あのこうやってルイジナネと、おー、はい、車を走らせたんですね、もうちょっとイーサン的にはもういないのかみたいな、なくなってんちゃうかみたいな、そうですね、そんな感じあるんちゃいます、そんな中突然ですよ、うん、メールが届くんですよ、普通の、まあ向こう、まあそうか、ちょっとドキドキしますね、はい、まあやっぱりね、こうやっぱ妻はどうしても助けないと、そらそう、そらそうでしょう、なんか助けてみたいなメールが来たってことですか、そうですね、メールないにもよるけどね、はい、うん、はい、うん、違う男と楽しく暮らしてるんだったら、そうよ、そうよ、行く意味変わってくるからな、どっちきに行くだけやからね、まあ、実写ではなくて、こう右上をみんなよ、さっきから CG だよ、CG だよって、これがですね、そうですね、はい、すごい、その、まあ、実際 CG をベースにあの作ってる部分 もちろんあるんですけれども、はい、まあ、全体的には本当にフォトあのリアル あのグラフィックっていうのはあの取り入れてますので、はい、まあ、そういうところはこうミックスしてやってる部分もございます、はい、ほんまにあんねやな、居場所で、まあ、イーサンがたどり着いたそこはですね、これ何これ、何この左下、これ食卓だよ、食卓、このベーカー一家が住む、朽ちた館ですね、いや、なんか雰囲気めっちゃ悪いな、これ、はい、でもニコニコしてるから、まあ、じゃあニコニコしてるのとぐったりしてるの二人おるやん、これあ、本当だ、ぐったりしてる人もいる、何食べてんのこれでもなんか、うん、これあの、まあ、ベーカー一家のね、食事の、これはあの、豪華な料理なんですけれどもね、はい、豪華な食事です、これあの、まあ、このベーカー一家が住む館にたどり着いたイーサンがですね、うん、まあ、妻をあの見つけて、さらにあの、まあ、この館から脱出していくというところが、あのこの、ね、ストーリーになってるんですね、のストーリーになってます、はい、次お願いします、はい、はい、あ、すごいな、この先ほどご紹介した R エンジンと、うん、まあ、アイソレートビュー、いや怖、まあ、これによって、うん、作られるこの没入感ですね、はい、近いものははっきりと、遠いものはぼんやりと、はい、すごいね、もちろんバイオハザードですんで、あの扉を開ける恐怖というところで、まあ、この先に何があるのかっていうのもこういった視点で、はい、楽しむことができます、はい、次お願いします、はい、わ、何これ、もちろんね、この恐怖に打ち勝っていかなきゃいけないので、はい、そのもちろん戦闘もありますし、やっぱりダメージを食らうとね、いや、なん回復しながら進んでいかなきゃいけない、見てるだけで染みる感じしますね、なんか、こういう風に食らってるんだって初めて見ましたよ、はい、すごいな、あの手刈り方、汗と
何かが混じったような感じ ね上の画像がね、あの回復薬を使ってる、シーンなんですけども、下はですね、こういったクリーチャーも出ました。クリーチャー全部さっき PV でいっぱいこんなやつ出てきとったで、はい、え、嘘ほんまや。まあね、こういった、まあ、このクリーチャーがなんでこう、あの、こういうクリーチャーが出てくるのかっていうのも、まあ、実際のゲームの本編で、あの、はい、いろいろ、はい、楽しんで、あの、そういったところも、あの、まあ、解明していってもらえればと思いますので、まあ、実際今日はね、その本編のゲームプレイをお見せしたいと思います。お願いします、はい、じゃあちょっと見ましょうか。はい、はい、じゃあ、実際に今帰れますから、勇気のある人はヘッドホンを使ってご覧ください。ご覧ください。支配人。あれ支配人だっけ？はい、支配人。支配人。はい、来ました、ゲーム画面。お、はい、うわ、なんか倉庫。コインランドリーみたいな。なんだこれ？これはですね、ランドリールームですね。はい。ただここはですね、まあ、セーフルームです。襲われない。はい。お、まあ、こう、部屋をこう見ましてもらうとですね、ここに、はい、あの、今回のセーブシステムですね。あ、レコーダーみたいな。はい、今回はですね、カセットテープレコーダー。こちらが、セーブポイントとなってます。はいはいはい。で、この黒電話、古いタイプの、はい、ちょっとね、年季物ですけれども、はい、これ重要なあのアイテムになります。電話、うん、まあ、あんまりいい思い出ないんですけど、体験版やった記憶から言うと、ね、そうですよね。はい、はい、でですね、はい、もちろんあのアイテム管理、これも重要な、あ、ここにしまっとけるんですね、の要素になってきますので、まあ、ここで、でも持ち運べるの少ない、はい、インベントリーのこのアイテムの持てる数が限られてますので、ここでアイテムをしっかりと管理しながら何を持つべきかというところ。12個何個持てるんですかこれ？一応、そうですね、まあ、最初は12個ですね。はい、なるほど、なるほど、はい、ナイフ、まあ、その後2列増えそうな感じですね。おおお、ね、そういうのも進んでいくと、もしかしたらと、はい、おお、ハーブ、こういうところですね、はい、おなじみの、フェダイゼリー、何これ、薬液薬液、ね、はい、薬液って何？薬液はですね、今ハーブを取ったじゃないですか、薬液と合成することによって回復、あ、量アップみたいな、あ、はい、まあ、元ね、元ですね、はい、ただ別の、アイテムと合成することによってまた、あの、違ったものも作れると、はい、薬液結構大事ですね。そうですね、はい、元となるの何かですか、何これ、はい、これですね、まあ、こういう形でその実際アイテム、まあ、ようで、はい、細かくるくる、はい、回してですね、ここで丸ボタンで実際開けることができる。これ大事そう、キーピックを取れる、はい、こういう形で、まあ、探索要素もふんだんに入っておりますので、いや、でも、もう拳銃持ってるからもう大丈夫だよ、きっと、ということで、ここからですね、メインホール、まあ、このベイカー邸はあのプランテーションなので、まあ、館といっても一つの館だけじゃなくて、このプランテーションの中にいくつかの建物があるんですね。で、ここはあの本館、メインの建物になるんですけれども、そこのメインホールに今から行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあここから山本さん、え、私、え、はい、あれ、ちょっと待って、はい、リハと違くてびっくりしちゃった、ここからあのもうそのまま真っ直ぐ行きますよ、じゃあ、はい、行こう、どうなんだっけ、ここもあのそのまま、あの、まっすぐ進んでってください。あ、なるほど、はい、ちょっと音をくれ、え、怖い怖い怖い、まあ、ここまだね、あの、あんまりカーテンが動いてるだけですね、はい、あ、自分の影にびっくりした、はい、攻撃を与えてくる、なんかあったんで、右にこれは出てこないので安心してください、いろいろこう見回してもらうと、はい、誰これ誰、え、書いてない名前は、はい、なんかすごそうな扉ありますね、まあ、ここもですね、今鍵がかかってるんですけれども、なるほど、はい、ちょっとじゃあ右側奥行ってみましょうか、はい、うわ、びっくりした行けんのそれ、これ、ここで、これがですね、アメフテや、はい、ミスターエブリエワって言って、あの、結構ゲーム内にこう至る所に、なに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 、あの、置かれてるので、まあ、彼を壊すことによって、まあ、いわゆるその、まあ、トロフィー的な、躊躇なく叩き割ったね、そうですね、まあ、その称号があの獲得できると、その切られへんの、あ、いいね、いいね、いいね、やってこやってこ、そういうのダメだ、いけない、え、迷子です先生、はい、迷子です、
いや大丈夫です。その右側の、扉、まあ、今開かなかったじゃないですか。開かなかったです、はい、ここはですね、はい、実際ここでこのアイテムの中にですね、プレートがあると思うんですけど、はい、これはこの、少し前の、戦闘でこのプレートを取ったんですよ、はい、これをはめ込むことによってこのメインホールの扉が開くと。誰もいない、はい、あ、いないかな。まだ大丈夫です。ここ、敵出てきませんので。まだ大丈夫なんだ。あれ、なんか照らされてる。ここね、ちょっと意味深な、映ってますね、照射器ありましたけど、まあ、こういう形でちょっとこの1階をぐるっと回ってみましょうか。おー、びっくりした。扇風機か。こっから入った。お、ショッガン、この銃。おお、ええー、なんだ。あー、びっくりした。どこから入ってきた？あれ？これね、ショットガンを今取ったんですけど、はい、その取ることによって扉が閉まってしまうと、はい、それでこういった仕掛けもございますので、まあなんとかですね、薬液ショットガン取りたいところですね。はい、薬液またゲットしましたね。え、ちょっと待って、あのショットガン使われへんの？使えない、まだ使えないですね。なんか代わりのものを。じゃあ左の、ちょっと左向いて行ってもらって、あ、こ、アイテム、あ、まあ、こうやって取れるんですけど、いっぱい取りすぎちゃうと、インベントリー埋まっちゃうんで気をつけてくださいね。で、左のそのタンスがあるのでちょっと行きましょうか。はい、よっきた。じゃあちょっと電話が今鳴ってるんで出てみましょうか。なんで？ Did my daddy give you a hard time? He used to be. 昔は、ね、残念だ、やつはもう死んだ。どうさ。You just might be able to pull this off.ちょっとね、この前にさっきベイカーファミリーで真ん中に座ってたジャックってお父さんとちょっと戦いをしてるんですけれども、まあそれの後の電話で、まあ親父にねいじめられたのかということなので、まあどういう関係の、どっちの声、男やった女やった今。え、男じゃないよね、息子。あれ扇風機だ。2回目やで、山ちゃん。あれ、武器持って、あ、よかった。大丈夫？え、はい、何もないよ。あれ、あれ、ガンパウダー、ガンパウダーもう取ってます。ガンパウダー、三角ボタンを押してみると、あ、自分が持ってるアイテムが分かりますので、もう取ってますね。じゃあ、R1 を押していただくとですね、ここでですね、あ、今、回復薬作っちゃいましたね。もう一回押してもらって、右の、はい、それで丸ボタンを押してください。そうするとですね、はい、これでハンドガンの弾が作れました。なるほど、薬液とガンパウダーで、そうです、はい、こういう形でアイテムを合成することによって、まあ、いろんなアイテムが作れるという、なるほど、はい、そういう仕掛けもありますので、はい、じゃあ、怖い、そうですね、1階はまあこんな感じですので、2階に行ってみましょうか。この右側から、マジで、うわっ、おね、あれ、あれ、撃てない。これベイカー一家 のおばあちゃんですから、はい、まあ、ちょっとやれない。優しく見守ってあげましょうか。ダメだ、なんだ、なんだ、おばあちゃん、なんだ。さっきも寝たけど、はい、おばあちゃんね、なかなかちょっと謎の存在なんですよ。まあ、こう調べられるアイテム近づくと丸ボタン出ますんで、まあ本当ちょっと探索をいろいろ、ここね、まだ鍵がかかってるんですけど、鍵にまあ動物がね、今蛇がいたかと思うんですけど、あ、はい、はい、いました、蛇。まあ、ここはの鍵が必要になりますね。蛇の鍵みたいなのが、さっそりみたいなのもあったけど、ね、どうしよう、どうしよう。この壁の写真とか見といた方がいいんじゃん、ちゃんと。右側の部屋ちょっと入ってみましょうか。これ、はい、はい、あ、ビリヤード、お、誰かやってんじゃんか、これ。ああ、手を挙げろ。プリーズ。いないな。で、カウンターの上にですね、ビデオデッキとブラウン管のテレビがあるんですけど、これはファウンドフッテージといいまして、このビデオテープ、VHS のビデオテープを再生することによって、インタラクティブな
あのまた、遊びが、体験できます。でこのビデオテープがーあのここのベーカー邸で起こった過去の出来事のへ、内容となってまして、それで、はい、そこで見たものっていうのを実際にその現実のゲームの世界に持ち帰って謎解きをしていくといった要素も含んでます。まあ、アンティークコインはね、はい、集めるとあの追加アイテムがあの獲得できますので、ぜひぜひ、見つけてください。いろんなところにありますので、はい、じゃあ、はい、ここをまっすぐ行ってもらってですね、あ、外出てください、今の扉、はい、ここまっすぐ、あ、逆ですね、そのこっちか、ここを、はい、で、右ですね、ハーブがありますね、はい、はい、じゃあこの突き当たりの部屋に入ってみましょうか。お風呂。お風呂ですね。気持ち悪い。で、この、はい、浴槽のですね、このちょっと汚れた水はですね、はい、何これ。わ。はい、線抜けるようになってますね。わ。なんかあるで。こんなんよう触らんでも大丈夫これ。びっくりした。木、何、なんて木製のスタチーですね、はい、これはなんだ、まあ、これはちょっとこの後に、まあ、やっていただくちょっと重要なあのアイテムになるんですけれども、どっから拾とんねんはい、じゃあここはもう大丈夫ですね、はい、じゃあちょっと外へ行きます。うわっ、びっくりしたー、こわやばくない、やばくない、これ誰正解か、じゃあ先倒したんちゃう、はい、ちょっと待って、弾薬も限られてるんで、はい、ちょっと距離を置きながら、もしあのね撃つんだったらちょっといい感じで頭を狙いながら、はい、頭を設置しながら、ちょっと待って、無理、はい、怖いショットガンどこ、ショットガンはあのさっきね、まだ取れなかったんですけど、あれはあれで仕掛けがありますんで、ちょっと追いかけていける、はい、おお逃げ切ったんちゃう、来てる来てる、山本後ろ、よう、そんなわけもわからんとこ大丈夫か、わかんない、いいですね、いい感じで、わかんない、ここどこ、まあ、逃げてもらってですね、セーフティーエリアどこだ、おお、あ、セーブ、こういう感じでね、はい、セーフルームをうまいこと使ってもらいながら、まあ、ドンドンとかなる、こわ、ビビった、はい、ということでちょっとね、ここは大丈夫なんですよね、はい、まあ、ジャックももしかしたらもう追いかけてきてないかもしれないので、またちょっとさっきの、そこから見られへんの、そこから隙間から見られへんの、メインホールに戻ってみましょうか、よし、あ、大丈夫ですね、大丈夫です、どこから来たの、こちらですね、また左から来たで、はい、こっちからメインホールに、気ぃつけや、気ぃつけや、ゆっくりやで、さあ出てこい、逃げましょう、左、コブタちゃん言われとったで、ここ入ってください、コブタちゃん言われとったで、すぐ行くと今ジャックが壊した壁が、ここ右、はい、右で、はい、また右で出てこい、メインホール入りましょう、左で、はい、でここからまっすぐちょっと映写機があるところまで行ってもらって、ここで、あ、来ちゃいますね、あ、来たし、ちょっと隠れましょうか、お、大丈夫、なんか悔しがってる声は聞こえましたが、じゃあちょっとですね、その真ん中に置いてある台のところに行ってもらってですね、はい、もう、あそこ丸ボタン押しに行けば止まりますか、時間、ちょっと行ってみましょう、行ってみましょう、どういうこと、あ、ま、今遊びの頃だよな、はい、バレたんちゃう、バレた、バレた、バレた、こう、あ、当たってんじゃん、当たってんじゃん、いいっすね、ちょっとこう、はい、上からくるっと巻いて巻いて、いけるか、いける、いける、で、さっきの下チュイって置いてください、よし、いやあ、これどういうこと、あ、なにこれ、影パズルです、あ、影か、はい、それ、これをですね、ちょっと下チュイってこう回してもらって、はこの
正面にある絵画の、はい、絵画の影が見えると思うんですけど、その影に形あ、そっちはそれそれそれ違う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 、こうやらない、じゃあその右右に音とずっと違う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 、そっちがくちばしなんねん、あっちがそれがくちばしになるから、その上がくちばしになるから、そのうわー、くそそういい感じでぐるぐるぐるっと、はい、おおおもうちょっとあの傾けてください、はい、こうか、違う、いや違いますね、違う違う違う、こうか、それがそこの、そうそうそう、おいいかも、ちょっと、あもうちょっともうちょっと、違う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 、そうそう、そのままそのまま、これをグイッとグイッとグイッと、ああ違う、違います、あ、いきます、決定のもうちょいかな、違う違う、ここや、違う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 、そのまま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 、その違いますね、もうちょいもうちょい、そうそうそのまま、こうだ、そう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 、来た、それ、ギターやった、そんなの、開いた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 、開いたんで、もうさっさと行きましょうか、さっさと行きましょう、ああよし。これお前中国の人やったら挟まるとかやぞお前、これうわうわ自分が見える、自分が、はい、でここはあのもうまっすぐ進んじゃってください、そっちだと戻っちゃうんで、はい、よかった、でこういったとこもしゃがんで何かいないかっていうのを確かめながら進んでいくっていうのがちょっとポイントですね、はい、チラチラと、はい、あれ鹿おる、鹿さん、ね、これ大丈夫です、剥製ですね、はい、神方だな鹿は、はい、なんなんこのこんな何これ、精神刺激薬って、これはですねあの結構便利なアイテムで、これを使うとですねあのどこにアイテムが置いてあるのかっていうのが分かるんですよ一時的に、ああ、はい、なるほど、おっ、ちょっと薬液が、はい、じゃあここあの先進みましょうか、このまま、すぐ行って、はい、ここの扉入ってください、ふっ、なんこれね、まあ、キーピックがないと開かないので、だんだんとですね、ちょっと慎重に行きましょうか、はい、これあかん、なんか入っ、なんかおるぞ、これ右、ちょっとね、こう、はい、なんか手みたいなの出てない、ほらほら、おお、あたまた、おお、あたまたま、あーもう、まああの、逃げるのも大事ですからね、はい、これ逃げられるの、で、ドアは閉めれるんですよ、閉めて、はい、戻って、丸押すと、はい、丸押しです、閉めて、よし、あーあーちょっと待って、武器攻撃、はい、あるし、あーよし、あどこ撃ってんのよ、もっちゃん、ちょっと、あれちゃう、ちゃう、やられたー、むしゃむ、なにこれ、家族なの、これさっきね、紹介したクリーチャーのモールデッドなんですけどね、いや突然世界変わっちゃったよ、まあ、もうちょい、え自分のもうちょい、もうちょい行きます、もう一回自分の生命の扉閉めてどないするんですね、はい、いやこれ俺はすげえ無理だ、これは怖い、何びっくりした、やばいと思ったら逃げてくださいね、やばいと思ったら逃げる、一人じゃ絶対無理だ、イーさん主人公一般人なんで、あの本当にあの体術とかも今回はあのないんですね、あそうですね、はい、じゃあ丸ボタンを押す、すさ、怖っ、はい、ですのであのちょっとやばいと思ったらぜひ逃げてください、え、ちょっと逃げるのも、フルでしょ、まあ、戦法ですから、なんなんこれ、なんでこれ、これあのカラスが、しかも2つの釘のカラス、あの扉についてますよね、まあそこもあの鍵がないと開かない扉になってます、じゃあ逃げればいいのか、すぐ閉めて、すぐ閉めて、丸ボタン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 、閉めて、早く閉めて、よし、お、こうやって、はい、あの閉めるとあの出てきますので、サソリ、はい、大体今場所がどこなのか、ここ奥に部屋があるのでちょっと入ってみましょうか、ここもセーフルームで、はい、やっぱこういうね、ちょっとさっきの緊張感のある戦闘の後はやっぱりちょっとねこういうあの安堵感も必要ですので、ここも、あ、ハンドガンありがとうございます、
うまくね、こういうとこ使って、まあ、セーブしてアイテムをまた管理して次今度地下ですよ。地下行ってみます？地下行きますか？ここってこと？だんだんでもまあやばくなってきてますよね。やばい感じですよ。奥にこうね入っていってるので、これやばいよ、これやばいよ、ほらこれさっき、これあれじゃん。ここは前通ったら絶対あかんけど、すぐ閉めにやったらええで。え、これこれ出てくるんじゃん、これ前通ったら。どこだ？お、出てこへん。どれもこれも出てきそう。どれもこれも出てきそうですよね。なんなんこの木の根っこ。びっくりした、びっくりした。お、お、なんか倒せなそう。これ、向こうから鍵がかかってるんですよ。はい、こっち切れちゃった。よっしゃ、すぐ閉めて、すぐ閉めて、すぐ閉めて、閉めて。マルボだ、マルボだ、マルボだ。すごい、素晴らしいですね。で、ちょっとまあダメージ。おお、そうですね。これで負けたら俺のとこちゃうの。ここまで囲まれるとね。はい、むしゃむしゃ。うわー、みんな見てる。みんなごめん。うわー、ちょっとモールデッドの襲撃にあっちゃいましたね。こんなみんな追いかけてくるのはなかなか。間が、声が潰れそうになってる。いやでも素晴らしかったですよ。怖いですね、追いかけてくるんです。何気なくね、最後あのサソリの鍵取ってましたから。なんか取りましたね。はい、大事なもの取った気がします。いやーでも本当、まさか扉の前で待機してるとは思わなかった。びっくり。先閉めた時に、いや言うて。いや、そしたらもう諦めるかなと思うじゃないですか。いや諦めてもあっちにも多いやん。いやびっくりした。ちょっと心得ます。いやー、すっさまじかったな。はい。それでは、怖かった。最新情報お願いします。はい。はい。バンドフッテージ、ボリューム1こちらですね、ダウンロードコンテンツになります。今日、発売の本編、こちらお楽しみいただいた後にさらにですね、はい、はい、お楽しみいただける、ダウンロードコンテンツ用意してます。こちらボリューム1、もう一つボリューム2があるんですけれども、まあ、バンドフッテージということで、まあ、日本に訳すとハッキンフッテージなんですけど、フッテージ、先ほどの VHS のテープですね、うん、ベーカー家で、まあ過去に起こった出来事っていうのがですね、こういったフッテージにも、収録されてまして、なぜそうなったのかと、はい、このベッドルームは、謎解きが、ベースとなった内容で、このナイトメアっていうのはちょっとシューター寄りのですね、さっきのバン、はい、なんかでもアクション性が高い、なぜそうなったのかとか知りたいから見たいな、見たいけど、なんかあれさ、キッチンの映像とかも PV にあったってことは関係あるってことですね。まあ、ああいう形でその過去にやっぱり起こったことっていうのが ですね、まあ、こういう形で我々ダウンロードコンテンツとしてご提供させていただくので、まあ、そこでまた新たな、はい、米海一家のこう秘密が明らかになると。なる、はい、でイーサン・マスダイというのはエクストラゲームなんですけども、これはかなり難易度が高 い、そりゃそうでしょ、もう絶対死ぬって言ってますよ、ね、マストダイですからね、はい、目光ってる。まあ、こちらですね、1月31日から配信開始なんですけれども、まずはプレイステーション4向けに先行で配信をさせていただいて、その後、他のハードに関しましては、順次、発売予定と、はい、ことになっております。売ってるのがイーサンでいいんですか？はい、ね、どうなんですかね、人格変わったのどういうことじゃ。はい、次お願いします。はい、はい、何これ、アンテンシナリオコンテストノットアヒーロー、こちらはですね2017年春に配信予定の、これは無料のダウンロードコンテンツになってまして、はい、ちょっとまだ内容は多くは語れないんですけれども、はい、まあ、こうちょっとタイトル名から、ね、ちょっと想像してもらうとですね、まあ、これも
短編シナリオコンテンツなので、うん、あシナリオあの男が来る、はい、何だろう、ね、ちょっとよう、はい、なんか分からへんな意味が、うん、もうね、英語はね、まあ、意味がこうたくさん取れるからね、うん、うん、ヒーローじゃないじゃないやつことのヒーローでないことが大事なのか、ヒーローでなくなる、うーん、答えはでんいや疲れたいや怖かったですね、怖かった本当に。さあということで、はい、ちょっと気分を取り直して、はい、嬉しい情報もございますよ、プレゼントいただいております。今回ありがとうございます。何ですか神田さん。はい、こちらですね。まず何それ、何それ、カリントン、カリントン、何それ、うわ、何、はい、何それ、あこれ指何に使うの、ね、指何に使うの、ほんとマジ、あこれなんで USB か、そう体験版に使えない指が出てきてて、ね、そう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 、最初ね体験版配信した時にこの人形の指っていうのが、まあ、見つけることできたんですけど、はいはい、やっぱりこうね何に使うんだっていう、はい、ね、あの皆さんこういろんな USB だったの声が多くてですね、面白、最終的に体験版をアップデートしていって使えるようにはなったんですけれども、うん、その人形の指こちらがですね USB になって、なんとなんと皆様にプレゼントと、はい、いやいや、ええコメントありますね、 USB 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 お前な、ね、ET のマネやってて、なんでやねん、紙皿、うわ、気持ち悪い、これ何これ、紙皿、米花一家のごちそうがプリントされてる、食欲をそそる、何これ内臓ってこと、これ何これ、内臓ですね、臓物やと、ホルモン、あとこちらステッカーですね、ステッカーね、はい、オリジナルかっこいいステッカーになってます。いやね、 T シャツもかっこいいですけど、はい、いいですね、はい、ステッカーもすごいダイエットに向いてる紙皿ですねあ、そうやな、あの紙皿ダイエットにいいかもね、食べれないな、あなかなかはい、はい、ということでセットで3名様3名様ございますので、はい、応募をエンディングでお知らせしますのでよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、それでは神田さん最後にメッセージお願いします、皆さんに。はい、もういよいよ本日発売になりました、はい、バイオハザード7レジデントイーグルなんですけれども、我々の究極のサバイバルホラーをコンセプトに、作ってまいりました。で、先ほどお伝えしました、新しいエンジン RE エンジン、こちらとですね、新しい、視点ですね、こちら主観視点アイソレートビュー、まあ、この組み合わせによって非常に、没入感の高い、ゲームに、なっております。で本当に今回恐怖の演出に関しましては徹底的にこだわって、作っております。ただ怖いだけじゃないゲーム、ちゃんとその先ほどご紹介した、ね、プレイでお見せした探索パズルあり、はい、戦闘あり、アイテム管理あり、ちゃんとそのバイオハザードの、要素というのもしっかりと、含まれているゲームになっておりますので、ショットガンで開かないの懐かしかったですもん ね、 ですよね昔あったそんなことと思って洋館で、はい、ですよね、まあ、そういったその、ね、昔懐かしい、うん、バイオハザード的なそういったことも感じられるゲームとなっております。ですのでこの恐怖に打ち勝つこの爽快感のあるサバイバル、うん、ホラーですね、はい、こちらをですね、ぜひともね、はい、ぜひとも楽しんでいただきたいと思っております。まあ、恐怖がちょっと苦手な方にはですね、まあ、我々通常版と呼んでるんですが、セロの D 版ですね。あ、なるほど、はい、でただホラー上級者向けには Z 版、うえ、グロテスクバージョン用意しておりますので、はい、こちらお好みによってですね選んでいただければと思います。ちなみに本日やったのは D 版、 D です、 D 版ですよね、それそうですよね、はい、あれで D これで D ですよ、すごいね、はい、じゃあもっとお風呂とかすごいことだったのかな、 Z で、うん、楽しみ、 Z もやりたい、はい、まあ、刺激が欲しいという方はぜひね、グロテスクバージョンも、はい、楽しんでいただければと思います。はい、どうもありがとうございました。おー、シャーニン、おや、もう夜が明けましたね、そうですか、もうお出になりますか、わかりました、またのお越しをお待ちしておりますよ、はぁの聖武データ僕が続きになる
せない冒険に